はい、ゴーライブスタートいたしました。ゴーライブっていうか、ライブスタートしましたですね。はい、スタートはい、しました。音聞こえてますか？ははい、聞こえております。い、映像の方も大丈夫ですね。大丈夫ですか？です聞こえます？ね、インタ大丈夫です。聞こえておーりネッまトのす。はい、調子大丈夫です。どうかな？あ、わかりました。あ、ごめんなさい、ちょっとね、危なかった。これ、パソコンの電源をつないでなかったんで、ちょっこのとまま私やのる。インターネット遅くなってしまったんです。遅くなってます？大丈夫？聞こえます？あ、今聞こえます。すみません。はい、大丈夫です。これね、パソコンの電源をね、僕ね、挿してなかったんで、このままやってたら、多分途中で電池が切れる状態になっちゃってましたね。気づいてよかったですが。よかったです。よかったです。よかったです。すいません。ちょっとごめんなさい。よかったです。よかったです。ちょっとセッティングさせてくだもうさい。ちょい、もうちょいです。よいやー、よかった、よかった。かったです。よかったです。途中でいきなりブチって切れちゃう。私の、前なんかそんなのありましたよね。もちろんです。前なんかね。私のですね、ちょっとインターネットやっぱちょっと不安定な感じが、少々怖いんですけども、でもね、大丈夫、動いてますね。インターネット不安定ですか？ちょっと、ちょっと止まってたりしますので、じゃあ、ご迷惑かけて、音聞こえづらくなったら申し訳ないですけども、山本さん。はい。思いますんで。行きましょう。どうもこんばんは、プライマーチャンネルの藤田と。いるわけです。この番組はマニラでライフスタイルメディアやっております。フィリピンプライマーがフィリピンのニュースをピックアップしてお送りしております。今日は7月の12日でございますね。まあ、じゃあ、とりあえず、インターネットの調子も良くない感じなんで、さっさと行きましょう。じゃあ、まずは街のニュースの方から、茨城さん、お願いします。街の情報をご紹介いたします。こちらです。現在、フィリピンでも増加しつつあるですね、オミクロン株、コロナの感染者ですけども、フィリピンの、羅漢、状況、罹患状況ですね、病院状況、今私たちにできる、予防対策などを、フィリピン国立サンラザの、病院で、コロナ治療チームを指揮する、鈴木修一さんにですね、お聞きをいただいたものがありますので、こちらをですね、ご確認、こちらありますので、こちらぜひ見ていただければと思うんですけれどああ、鈴も、木先生がまた、書いてくれたんですね。この鈴木先生ですけども、2019年6月からですね、フィリピンに、赴任している方でして、フィリピン国立感染症専門病院である、サンラザロ病院における、長崎大学共同研究拠点のマネージャーをされている方です。で、この方が、このフィリピン保健省が発表しているデータ及び、調査を通じてですね、得た情報に基づいて、この新型コロナ感染状況と現在できることについて、ご紹介をしてくださる、この記事を先行してくださっておりますと。なるほど。ですね。で、下の方までスクロールしていってもらっていいですか？これ説明するの？特にここはもう読んでいただければと思うんですけど、ああ、簡な単にるほでど。すね、ご説明だけさせていただくと、今、オミクロン株が徐々に増えていくと、現在の感染数を見ると、7月の中旬から増加傾向が見られますと。で、今後どの程度感染者数がですね、増加するかはわからないんですけども、感染対策として現在できることもありますので、ご紹介してくださっているというので、こういうことですね。まあ、手洗いと、帰宅後のうがいですね。あと、運動も、週2回、した方がよろしいですよというのは書かれています。で、あとはですね、感染対策をする上でですね、特に日本人の出張者の多くは感染歴が、なく、ワクチンと自己免疫での、この防御が中心ですから、日本からの出張者がこちらで感染してしまう可能性が、フィリピンに住む日本人よりも高い可能性があると、見られていると。で、出張者がこちらで感染した場合、日本への帰国時期も、変更を要する場合もあるため、より注意が必要ですということが書かれてますので。はい。これがまあ最後ですか。そうでもうすちょっとね。スクロールしてもらっちゃっていいですか。これが最後です。あ、これで失礼し鈴ま木先生の、した。はい。ご紹介になってますので。なるほど。いつもね、ありがとうございます。書いていただいてね。すごく、皆さんこれで、ね、結構ためになってるっていうんで、ぜひぜひ、ウェブサイトの方でじっくり読んでいただければと思います。確かにね、運動とか上げてね、自然治癒力、自己治癒力っていうのを上げていかないと、あとエアコンガンガンなんで体冷えちゃう可能性そうがあでるすね。んでね、その辺気をつけて、免疫力高めてやっていっていただければと思います。次のニュースいってみましょう。
はい、続きまして、こちらです。フィリピン・マカティの、5つ星ホテルの、ホテルニューワールド・マカティの1階のですね、カフェ、1228、1228がですね、はい、平日、今までは週末だけだったんですけども、平日、昼間も、再開しましたということで、これを記念して、今なら、3000ペソのランチタイムブッフェが、今まで、今の3000ペソのランチタイムブッフェが1288ペソを楽しめますと。え、ランチタイムビュッフェがやってるんですか？そうですね、やってます。1288ペソ、安いね。安いですね。はい。ああ、はい、はい。7月末までやってられてますので。はい、はい。あ、そうなんだ。あ、行こう。はい、ぜひぜひ。あのね、行ったことあります？茨城さん。実は僕なくてですね。あのね、ニューワールドの、ね、ビュッフェって結構美味しいんですよ。いろんなのあって。で、まあ、ご存知の方でたくさんいらっしゃると思うんですけど、フィリピンのね、ブッフェってすごくいいんですね。料理ブワーってこう、なんていうんですかね、いっぱいあるっていうのを好む人種なんで、いろんな種類のブッフェがね、あるんで、特にね、ニューワールドのこのブッフェは朝食美味しいっていうので結構有名だったんですよ。はい。なので、ランチもしやってるんだったらね、僕は朝ね、ご飯だけ食べにね、行ったりとかしてましたからね。ビュッフェで、出張者がいると、ニューワールドの1階で、ミーティング、このね、1221で、1228で、ミーティングとかしたりとかしてたんで、ぜひぜひおすすめですんで。はい。でも、1280ペソだったら、2500円、2700円ぐらいか。ホテルのビュッフェか、そういうのね、いいかなというふうに思います。はい。はい。ぜひぜひ。はい、次行きましょう。はい、ありがとうございます。マチュア情報以上になります。はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日は行きましょうか。今日のね、ニュース。まず明るいニュースから入りました。こちらです。7月12日のプライマーニュース。月井純奈選手、2022年空手世界大会でフィリピン初の金メダル獲得。ありがとうございます。おめでとうございますですね。月井純奈選手。よかったね。オリンピックはね、残念ながら出れなかったんですけれども、これ、ね、前から約束していた世界一になるというのをですね、達成されました。フィリピンのニュースでこういうふうに紹介されています。茨城さん、お願いします。はい、こちら7月9日のニュースです。月井純奈選手は、アラバマ州、バーミンガムで、開催されている2022年空手の世界大会においてフィリピン初の金メダルを獲得しました。このフィリピン系日本人の空手界のスターは土曜日ですねにビルバドルコロシアムで行われた女子50キロ以下の組手決勝戦でベネズエラのヨルゲリス・サラザール氏とですね行って2対0で勝したということです。はい。月井選手はこの種目で今回初の金メダルを獲得しました。はい、こちらですね、30歳、そんなにね、若くて可愛いんですけれども、年齢はね、エイジオブジャストナンバーということです。単なる数字ということで、置いておきますですね。ね、月井選手のね、ツイッターがあるんで、そこをちょっと紹介してみましょうか。はい、ね。どれだっけな、これか。はい、こちらでございます。見えますか？はい、見えてます。これね、動画、これあるんですけど、月井選手のツイッターですね。今日は正真正銘の世界一だよっていうことで、I am a world champion っていうふうになってますけれども、こちらですね。はい。こういうふうに。あー、すごい。ですね。いいですね。ジョニーちゃん！おー。っていう感じで、分かりますけど、はい、金メダルですね。ヒーローポーズで写真撮る前にドーピング検査行っちゃって何も映え写真撮れてないと。これを応援してくれて、信じ続けてくれたみんなへの金メダルです。本当にありがとうございます。いやいや、もう本当にね、本当におめでとうございますですね。はい、月井選手。じゃーんと。おー、いいですね。ポーズ。いいですね。この瞬間のために大好きなことたくさん我慢したらとっても嬉しい。はい、こちら。フィリピンの、ワールド空手ファンデーション、フェデレーションの方でもこうやって紹介されてまして、ですね。はい。ですね。
最初私がフィリピンから世界チャンピオンになるって言った時、信じてくれる人がよりも笑う人がずっと多かった。だけど最後まで私は自分の可能性を信じ続けました。たとえ自分一人だけになったとしても、自分自身のことを信じる格好で世界に挑んだんだ。信じる強さを私は誰よりも持っています。素晴らしいですね。ハーフの選択肢としてフィリピンを選んだだけで、弱いから日本から逃げたんだろうって決めつけられたり、空手の誤信の多さやルールについて話せば勝てない、話せば勝てないんだから言い訳だって言われて本当悔しかったけど、それ以上にたくさんの人が応援してくれたから何度も、何度転んでもくじけなかった。いや本当にね、僕もね、一度、お会いしてですね、話聞いてたんですけど、やっぱりね、練習環境がね全然違うんですね、日本とフィリピンで。あえてそっちの方をね、とフィリピンその大変な方を選択して、努力してね練習し続けたっていうのがね、本当にねすごいなっていうふうにね思いますね。はい、こちらでございます。で、あ、これがね試合後の手、ああ黄色になってますね。ドーピング検査の時、P を指定の容器に入れて、最後にきつく蓋を閉めて回すんだけど、手が痛すぎて、容器うまく持てなくて、ぶちまけてしまったと。P を落ちまけて、見えてますから、あれなんですけど、ね、時には泣きたくなった、せっかくペットボトル4本出した、あ、ドーピング検査ね、うん。そっか、ということで、下、これ、起きたらマルコス新大統領からのお祝いのメッセージにびっくりしました。おー、すごい。ねえ。すごいですね。すごい。ですね。で、遅ればせながら自己紹介ということで、30歳、元社会科教師、元日本代表、日本とフィリピンのハーフ、前十字靭帯4回断裂、その他3月版含めて10回手術、現フィリピン代表、現、世界、空手世界王者、50キロ級。素晴らしい。素晴らしいですね。すごい。おね、ありがとうございましたっていう感じですね。はい。っていう感じです。じゃあ、続いてのニュースいきましょう。どれだっけ、失礼しました。こちらでございますね。はい。はい、続きまして、どうしてですね、はい、食料危機を、回避するため、非常事態宣言を要請と。はい。で食料危機ね、はい。穏やかな話じゃなくなってきましたね。はい、7月11日のニュースです。フィリピン農業食料会議所は、迫り来る世界的な食料危機の影響を抑制するため、非常事態宣言を検討するよう、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領に要請をしました。PCAFI、このフィリピン食料農業食料会議所ですね、のダニロ・ファウスト会長によると、マルコス大統領は農業の生産性の低下、国庫の枯渇、民間企業の事業拡大への信頼の低下という3つの大きな問題に直面しています。ファウスト氏は、非常事態が発生すれば新政権は農業生産向上のために地方政府隊員に内国債に割り当ての一部を確保するよう指示することができると述べました。マンダナス・ガルシア判決の下で LGU は2022年に国からの税金の取り分からさらに 27%、 2350億ペソを得ることになりますと述べています。私たちは LGU に追加されるそのお金の 10% でも食料生産に向けることを提案していますと述べています。増大する食料難を回避するために、この PCAFI は米の三毛作も提案し、これによりさらに750万トンの生産量を押し上げることができます。昨年量は1990万トンでした。また農業省に農業組合、農業協同組合局を設置し、バランガイにミニアグロ産業センターを設置することも推進していますと。輸入に頼らず自分たちで生産できるようにしなければなりませんとファースト氏は述べています。また国は農産物の輸入を合理化する必要がありますと述べてますね。私たちは本当に輸入する必要がありますが、必要なものだけを輸入するようお願いしますと付け加えています。マルコス氏が一時的に農務省の指揮を取ることになったので問題は解決されるだろうと、グループは期待しています。もし他の誰かが農務長官に就任したら、すべての政府機関が参加しなければならないので、大変なことになるでしょうと、
そして今、私たちは大統領を信頼していますし、国民のための食料を確保するために、まあ、大統領をですね、ずっとこうバックアップしていくつもりですと述べているということです。なるほどですね。まあまあ、そうですね、エネルギー価格もね、前回こうお伝えした時のように、結構ね、世界的には落ち着いてきている状態が見えているんで、まあそうですね、その反映型、やっぱり実体経済になってくると数ヶ月後に反映されると思うんで、うん、まあそこまでどう耐えるかっていうところだと思うんですけれども、そのままね、うまく下がってくれることを、期待しています。まあインフレもね、インフレの、調整みたいなのも今ね、すごく頑張ってますんでね、はい、うまくいくことを期待しております。次のニュースいってみましょう。続きまして、8月までにフィリピンの砂糖が不足する可能性があるということです。はい、こちらですね、7月の、7日の、ニュースになるんですけれども、政府が、砂糖の輸入を禁止した場合、国の砂糖供給は、8月までに、枯渇する可能性があると、砂糖規制庁 SRA が発表しました。5月にほとんどの製油所が操業停止したため、13の製油所のうち稼働しているのは1つだけだと指摘しました。 SRA は声明で、もし我々が地元生産だけに頼り輸入を認めないなら、8月には十分な砂糖がなく、生産が積み上がるまで今後数ヶ月の必要量に対する繰り越し在庫もないだろうと述べています。生成所は生成を開始する前に粗糖の在庫が積み上がるのを待つ必要があるため、生成所の開始も粗糖工場より遅くなりますと指摘しています。 SRA によると、フィリピンの生成糖の繰り越し在庫は144セントンであると。この生成糖の水準、14万4000トンですね、はい、です。で、生成糖の推定生産量は77万1000トンで、生成糖の総在庫は91万5000トンとなると指摘をしました。しかし、フィリピンのですね、生成糖の推定需要は94万3000トンで、平均約8万3000トンの需要がありますと。 SRA は台風オデットによる砂糖キビ畑の被害額約15億ペソですね、を上げていると。砂糖不足を信じない人たちに対して、 SRA は砂糖不足は現実であり想像の産物ではないですよと述べているということです。なるほどですね。そうですね、これもなんとかするしかないですね。はい、次のニュースいってみましょう。続きまして、フィリピン人、マルコス政権にインフレ抑制と賃金上昇を望むと、パルスエイジアという調査会社ですね、この記事なんですけども、7月12日のニュースです。火曜日に発表されたパルスアジアの新しい調査によりますと、厳しい経済状況の中、フィリピン人の大多数はマルコス政権にインフレの抑制と賃金の上昇を優先させることを望んでいるということが分かりました。6月24日から27日にかけて全国1200人の成人を対象に行われた世論調査の結果では、 57% の回答者がマルコス政権にインフレ抑制のための即時措置を取ることを望んでいることが明らかになりました。フィリピン人のその他の関心事は、労働者の賃上げ 45%、 貧困削減 33%、 雇用創出 29% であったということです。また、フェルディナンド・マルコス大統領が緊急に解決しなければならないと思うですね、問題を3つ挙げてもらったそうなんですけども、で、物価上昇を挙げた 57% のフィリピン人のうち 29% が汚職、法執行、パンデミックへの対応といったですね、他の問題を差し置いて、新政権が最初に取り組むべき、国民的関心事としてインフレを挙げたと。なるほどですね。ました。まあまあ、フィリピン政府はね、どっちかというと、強硬じゃないですけど、インフレ上げるために金利がっつり上げてったりとかしてますんで、ね、大丈夫じゃないかなと。日本とはちょっと違う方向ですよね。多分皆さん、まあ、ちょっと後でまた話しましょう、これね。はい、じゃあ次のニュースいってみましょう。続きまして、フィリピン、5月の貿易赤字が過去最大にと。はい、です。7月12日のニュースです。フィリピンは5月、原油高と景気回復に伴う輸入の急増により、56億8000万ドル相当の過去最大の月間貿易赤字を計上しました。
フィリピン統計局 PSA の技術スタッフのデータを引用して、国家統計官のデニス・マパ氏は、本日火曜日ですね、物品貿易赤字、または国内に入ってきた輸入品の価値と、海外でのフィリピン製製品の販売額の差は、昨年5月に過去最大だったことを確認しました。はい、ちょっと今ぐちゃぐちゃとやってもう一回ちょっと言いますね。先月あ、聞こえます？昨年ラストファイメイトの昨年ですけど、はい、フィリピン統計局 PS、 ちょっと今あのぐちゃぐちゃってなってしまったんでちょっともう一回言い直しますね。物品、貿易赤字、また国内に入ってきた輸入品の価値と、海外でのフィリピン製製品の販売額の差が、今年の5月に5月に過去最大だったっていうことを確認したということですね。はい。はい。はい。ここからお願いします。はい。この赤字は、輸入額が前年比 31.4% 増の119億9000万ドルに急増し、輸出額63億1000万ドルや成長率 6.2% を上回った結果であると、最新の PSA 速報高知では発表されています。PSA のデータによると、鉱物性燃料、潤滑油、および、関連材料は、その、値がですね、前年比 128.7% 増加し、輸入品の増加をリードしていることが分かりました。5月の貿易総額または輸出入を合わせた総額は、前年同月比 21.5% 増の182億9000万ドルで、4月の176億3000万ドルを、上回りました。火曜日の記者会見で、税関長官の、レイ・レオナルド・ゲレロ氏は、輸入量と、輸入額の両方が、増加傾向にあると、述べました。ゲレロ氏は、国内の、港を通過する輸入量は例年に比べ、はるかに多いと、述べました。これは2年前のパンデミックによる低迷からの反動で経済活動が活発になっていることを、反映しています。同時に輸入品、特に石油の値段が高くなり輸入額を押し上げていると、ペソが米ドルに対して下落していることもその一因であるとゲレロ氏は述べています。例えば税関局 BOC、 これまでの 税徴収余剰額760億ペソのうち半分近くの300億ペソは石油輸入関税によるものだということです。税関のテディ・サンディ・ラバル副長官は BOC、 この関税局ですねが徴収している収入の石油によるもので、フィリピンはその必要量の大部分を輸入しているためであると述べているという、はい、BOC が徴収している収入の約 60% は石油によるっていうふうに言ってますね。石油の関税が高いんですね。ということですよね。はい。はい。だから、まあ、石油の関税ちょっと下げてあげるっていうのがちょっと大事かなっていうふうには思いますけれども、そうすると他の税収がね、なくなっちゃうんでとは思うんですが、ちょっと上がりすぎなんで、ここ調整してもらえればなと思うのと、あとは石油価格、そろそろ安定し始め、まあ下がり始めてきてるんで、反映されるのが、市場にね、反映されるのが現場のですね、マーケットは下がってるんですけれども、実際の、実体経済の方に反映されるのがどうなのかっていうところですね。もう、ちょっと踏ん張るしかないですね。はい。次のニュース行ってみましょう。続きまして。新しいオミクロン亜種の出現で DOH は国境管理の厳格化を拒否ということです。はい、7月12日のニュースです。保健省は他国で新しいオミクロン亜種が発見されたことを受けて国境規制を厳しくすることは推奨しないと広報担当者が火曜日に述べました。世界保健機関 WHO によりますと感染力が高く免疫が逃げる可能性のあるオミクロン BA.2.75 がインドやアメリカなど数カ国で検出されました。また中国の上海ではオミクロン亜種 BA.5.21 が発見されています。政府はウイルスが継続的に変異していることを認識していますが、国が永遠に閉鎖されたままであることはできないと保健次官兼報道官のマリア・ローサ
ロサリオ・ベルゲイラ氏は述べています。私たちはウイルスの継続的な変異と感染のために感染が予想されるという事実を認識しています。述べてますね。で私たちは国境にさらなる制限をかけることは推奨しません。しかし、警戒を怠らないようにしたいと思います。私たちの監視システムは稼働しており、綿密に監視しています。もし我が国で患者が増え続けるようなことで、ことがあれば、地域社会や病院で備えていますと述べてますね。国がすべきことは、重症患者や重篤な患者の数が最小限のレベルにとどまるようにすることだと述べているということです。はい、おっしゃる通りですね。やっぱりだから、重症患者がどんだけ出るかっていうところに、注目して判断していくのがベストだと思います。次のニュースいってみましょう。はい、続きまして。マルコス、明らかに安全であればマスク着用はオプションになるかもしれません。はい、ぜひぜひというニュースですね。はい、ですね。はい、7月9日のニュースです。フェディナンド・マルコスジュニア大統領は土曜日、厳格で広範な封鎖を行わないと宣言したのと同様に、すでに安全である場合にはフェイスマスクの着用を任意とすることを検討する可能性があると述べました。COVID-19 の陽性反応が2度出たマルコス氏は演説の中で、彼の政権が今年対面式の授業の再開を完全に許可する予定であることから、特に子どもたちへのブースター接種を強化することの重要性も強調しています。マルコス氏は昨年ワクチン接種を再開した時の考え方に戻りましょうと述べてますね。ブースターが普及し始めると警戒レベルが上がり、マスクがオプションになりますと。 COVID-19 のワクチン接種率が高ければ経済を再開させ、この国のパンデミックの問題解決に役立つと、マルコス氏は述べています。このブースターは私たちの社会の解放、経済の解放、ビジネスの解放のために、対応の解放のためですと述べてまして、まだ隔離され解放し答えているということですね。マルコス氏はまだ隔離されていた金曜日に市長と知事にこういった声明を発表したということです。うん、なるほど。そうですね、ぜひぜひお願いしますと。もうマスクもいらないでしょうと、任意でいいんじゃないのっていうふうに思いますよね、個人的には、うん、はいと思います。はい、次のニュースいってみましょう。続きまして、フィリピン COVID-19 の新たな感染者2018人を報告と、2月以降で最多になると。1週間なのかな、1日あたりなのかな、これは1週間ですね。1日あたり、あ、1週間だ、週は 1日です、1日あたり、ね、はい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 、7月10日のニュースです。フィリピンは日曜日、新たに2018人の COVID-19 感染者と1人の死亡者を記録したことが保健省 DOH のデータで明らかになりました。ABS-CBN のデータ分析チーム長のエドソン・ギド氏によりますと、1日の集計はほぼ5ヶ月ぶりで、あるいは2月18日以来で最高となったということです。現在コロナウイルスが陽性である人の数は 13,818人ですと。でこの日追加報告された患者のうち838人がマニラ首都圏の患者であると DOH は述べています。7月3日から9日の週の陽性率は 9.6% で、前週の 7.0% を上回ると議論氏は付け加えているということです。うん、なるほど。まあ増えてるけど、まあ、死者1名。うん、はい、ですね。ですね。はい、わかりました。次のニュースいってみましょう。つきまして、オクタフェロー、NCR、COVID ケースの増加率は鈍化していると語るということです。7月12日のニュースです。そうですね。はい。そうですね。はい。オクタリサーチフェローの、デイビッド氏が火曜日に語ったところによりますと、首都圏の COVID-19 の波は、週間成長率の減少に続いて、すでにピークに近づいている可能性があるとのことです。デイビッド氏はツイッターの中で、成長率が7月4日の 57% から11日の 32% に減少したことを挙げ、同地域の COVID-19がすでにピークに達している可能性があると述べています。7月10日の時点での陽性率は 10.9% だということですけれども、陽性率とは全検査対象者のうち COVID-19 の陽性が確認された人の割合のことですと。で、デビッド氏は指標では症例の増加率が鈍化しています。NCR の症例がピークを迎えているか、すでにピークを迎えている可能性があると述べてますね。
1週間後にはその傾向が明らかになるはずですと、NCR の7日間平均は7月11日時点で710人で、10万人あたり1日 4.93% の1日平均感染率 ADAR に相当するとも述べているということですと、ね、デビット博士、うん、結構当たりますからね、この人。そうです、はい、次のニュースいってみましょう。つきまして、NCR は対面事業にまだ対応していないと輸送グループが指摘ということです。7月10日のニュースです。政府が職場や学校への出勤を含む正常化を推し進め始めた中、交通擁護団体ですが、7月の10日日曜日、マニラ首都圏はまだ対面式授業ができる状態ではないですよと述べています。旅客フォーラムのコンビナーであるこの森尾氏は、首都圏の NCR の公共交通機関の現状は学生にそれぞれの学校への帰宅を促すようなものではないと強調しました。私たちは多くのセクターがすでに対面式授業への復帰を求めていることを理解していますが、政府はすでに大きな負担となっている公共交通機関への追加需要に注意すべきであると言っていると述べてますね。通常の授業に戻すためにはこの問題に対処する必要がありますと述べてます。マニラ首都圏ではパンデミック以前から乗客を運ぶ交通手段の不足がですね、大きな問題となっており、石油製品の高騰により多くの公共事業車両の運転手やオペレーターが路上に出ないことを決め、状況はさらに悪化しましたと。同団体は公共事業用車両の路線巡回を増やすこと、相乗りや会社のシャトルバスを認めること、またパシグ川を公共交通機関として最大限に活用することを求めていると、うん、なるほどね、うん、パシグ川、まあね、ありますけどね、ボートありますね、うん、どうなのかな。ちなみにうちの子供が、ま、もうそろそろ、また学校始まるんですけれども、はいはい、新学期がね始まるんですが、うん、まだ決まってないですね、対面なのか、あ、なるほど、このオンライン継続なのかっていう、うん、多分もしかしたらオンライン継続なんじゃないっていう話も、うん、まあ、ハイブリッドでやる可能性もあるっていう話ですけどね。あ、なるほど、なるほど。うん、でも、対面あるとしても、週のうちに2日か3日ぐらいな感じで、最初、様子見ながらやるとかっていう話が出てますね。はい、次のニュースいってみましょう。すみません、BSP から小売店、銀行へ、折りたため式ポリマー紙幣の受け入れと、はい、いうことです。紙幣ですね、これね。ですね、はい。はい。7月の11日のニュースです。小売業者や銀行は、紙やポリマーを問わず、折りたたんだ紙幣を、日々の取引の支払いとして、受け入れるべきだと、BSP はですね、月曜日の夜に発表しました。あるショッピングモールが折りたたまれていることを理由に1000ペソのポリマー紙幣を拒否したというですね、報告の中で BSP はこの声明を発表したということです。 SM はその後ホチキス針が取り外されているために破れている場合などですね、切断されていない限り折りたたまれたポリマー紙幣を受け入れると述べています。 BSP は紙であれポリマーであれ折りたたまれた紙紙幣はまだ流通し支払いに利用できることを国民に知らせていると声明の中で述べています。また折りたたまれた1000ペソ紙幣が一部の店舗で受け入れられなかったことに関してソーシャルメディアに寄せられた懸念に対処するためこの勧告は発表しますと BSP は述べています。 BSP はガイドラインを発表していまして、これには紙幣が適切に収まる細工に保管すること、紙幣を清潔に保つこと、商品やサービスの支払いに使用することが含まれますと。このガイドラインは紙とポリマーの紙幣の紙とポリマーの両方の紙幣に適用されると述べています。この取扱い指針はポリマー紙幣と紙幣を適切に使用しその完全性を保護し寿命を延ばすことについての国民の意識を高めることに高めるために発行されましたと BSP は述べています、うん、銀行券の価値や審議に疑問がある場合は銀行に相談することが推奨されますと。銀行はその銀行券を BSP に紹介し検査を行いますと付け加えたということです。なるほどね。折りたたんじゃいけないとか、しかも折りたたんだやつをこう使えないっていうのを拒否しちゃうっていうのはね、まあまあ SM らしいんですけど、うん、まあまあここ、使えるようになりますよっていうふうにもアナウンスも出てるんであれなんですけど、これ今映ってるのが新しい紙幣なんですけどね、うん、もう
オンラインしかないんじゃないみたいな。オンラインというかデジタル通貨。ジキャッシュとかね、ビディオペイとか、うん、あっちの方がいいよねっていう感じになっちゃいますね、うん、そういうことなんかね。確かにですね。うん、あでも、まだ使えるところが少ないっちゃ少ないね、正直ね。うんうん、次のニュースいってみましょう。つきまして、アメリカは WPS でフィリピンを支持。ごめんなさい、岩木さん、フィリピン保険、健康保険料。ああ、これ、これ、あ、こっちですね。はい、フィリピン、健康保険料、値上げ中止の、上院法案提出ということです。はい、はい、7月11日の、ニュースです。グレースポー上院議員は、フェルディナンド・ボンボン・マルコス・ジュニア大統領に、フィリピン健康保険公社、フィルヘルスへの、金額増、金増額を、停止することを、認めるよう求める法案を提出しました。ポー氏は、保険料の引き上げの、停止は、国がパンデミックと戦い、基本的なニーズの、価格高騰と戦っているときに、フィリピン人をさらなる負担から救うと、述べました。今回の値上げは、国民がパンデミックの影響や、基本的なニーズの、価格高騰と戦い続けるときに行われたものだと、ポー氏は月曜日の声明で述べています。ポー氏の法案は、国家非常事態、公衆衛生上の非常事態、国家災難の状態の間、フィルヘルス委員会の勧告により、保険料の負担増ですね、負担増えるのをですね、停止する権限を大統領に与えることを求めていると。徴収される保険料率は以前の 3% から 4% になっています。この引き上げは1月まで遡って行われたため、フィルヘルスの加入者は保険料の引き上げに加えて、1月から5月まで 1% の追加保険料を支払わなければならないことになります。はい、UHC 法の下では、保険料率は2020年の 3% から 5% に達するまで、毎年 0.5% ずつ上昇することになっています。2021年1月、当時のロドリゴ・ドテルテ大統領は、健康危機の中、予定されていた引き上げを延期するようフィルヘルスに指示しました。ポー氏は、UHC 法と国民健康保険プログラムの目標は望ましいが、引き上げはタイミングが悪いと述べたと。国はまだパンデミックの社会、経済的影響から回復しておらず、国民は新たな日常生活に適応しているところですと。仕事に復帰したり、ビジネスを再開したばかりの人もいれば、まだ生活費や借金の返済に苦しんでいる人もいますと述べています。このような状況下で不足の事態が発生した場合、国民の希望が失われ、生存能力が損なわれる可能性があります。私たちは心配りと思いやりを持って、彼らを見守らなければなりませんと、ポー氏は付け加えていると。2021年、下院はロドリゴ・ドテルテ大統領に同年に予定されていたフィルヘルスと社会保障制度の保険料率の引き上げを合法的に中断する権限を与える2つの別々の法案を承認したと。なるほど。拠出金額増額を提出するっていう申請、法案を、ね、提出したっていうことなんですけれども、もうこれ、6月から1月、もう6月にスタートしてるっていうことはもう始まっちゃってるんですね、これね。でしかも遡ってっていうふうに請求が来るっていうふうな感じなのかな。もしもうスタートしちゃってたら結構なかなか止めるの難しいかなっていうふうには思うんですけどね。始まる前に止めたいなという感じなんですけど、これねどうなんですかね。ちょっと、あれなんですけれども、あの汚職事件が起きてたのってフィルヘルスだっけ昔。そうです、確かにフィルヘルスです。アギピック、うん、フィルヘルス、あフィルヘルスだじゃなかったでしょ。フィルヘルスでした、ね、去年ぐらいです。もしフィルヘルスだったら、うん、その辺先ちょっとやってよって感じしますよね、上げる前にね。うん、なんかその、なんつうの、汚職あったのを負担されするために金額上げるみたいな感じになっちゃうとね、あんまりよろしくないかなっていうような感じでしょう、ね。うん、まあ、もしちょっと間違ってたらすみません。はい。ですね、次のニュースいってみましょう。続きまして、アメリカは WPS でフィリピンを支持。武力攻撃があれば、ワシントンはマニラを支援すると警告ということです。はい、7月の12日のニュースです。2016年のハーグ判決から6周年を迎え、アメリカはフィリピンへのコミットメントを再確認し、武力攻撃があった場合には、マニラを支援すると警告しています。南シナ海でフィリピンの軍隊、
航線、航空機に対する武力攻撃があれば、1951年の米非相互防衛条約第4条に基づくアメリカの相互防衛の約束を発動することを再確認すると。アントニー・ブリンケン、米国務長官は7月11日付のプレス声明で述べています。国連が支援する常設中裁判所は2016年、南シナ海に対する中国の主張はすでに北京の海洋権益を超えており無効であるとの判決を下しました。また一部の地域はすでにフィリピンの排他的経済水域内であるとの判決も下しています。この判決から6年、中国が判決を認めないため、フィリピンは200件以上の外交的抗議を申し入れています。このことは係争水域に対する中国の主張は依然として国際法と明らかに矛盾しているとされていると。我々は中国に対し国際法上の義務を遵守し挑発的な行動をやめるよう再度要求すると。我々同盟国やパートナー、そして ASEAN のような地域機関と協力し、ルールに基づく秩序を守り維持し続けるとブリンケン氏は述べているということです。わかりました。はい、ということですね。今日も、ニュースの方ねお送りしてきましたが、ちょっと藤田気になるニュースということでですね、今日もさっきねちょっと茨城君でも話してたんですけれども、はい、その辺紹介していきたいなと思うんですけど、これ日経新聞からのニュースなんですが、こちらですね、半導体市場が一転2年ぶりの変調と台湾勢に警戒感強まるというニュースで、供給不足で2年間の好調が続いていた半導体の市場が一転して変調を来し始めた。代表的な半導体である DRAM の在庫が今春以降、春以降ですね、ダブつき価格が 30% 強も急落するなどの変化が見られているそうです。中国経済の減速懸念や世界的なインフレを受け、企業の設備投資、消費者の購入意欲が減退している。ちょっとあれですね、景気後退っていうイメージですね。世界の半導体生産の中心である台湾では急速に警戒感が広がってきたっていうニュースもあるので、ちょっとね世界情勢変わってきてるなっていうところがあるんで、ニュース見つけたんで、ね、ご注意いただければと思います。あともう一つがこちら、日銀黒田総裁、不確実性極めて高い大規模金融緩和策継続というのが11日の日にですね、発表されたんですけれども、日銀の黒田総裁は11日開いた支店長会議で、新型コロナウイルスや資源価格の動向など日本経済をめぐる不確実性は極めて高いとして、今の大規模な金融緩和策を続ける考えを強調しましたと。日銀は11日にですね、3ヶ月に一度の支店長会議を東京の本店で開き、全国の支店長が出席した。この中で黒田総裁は景気の現状について一部に弱めの動きも見られるが、基調としては持ち直しているとした上で、ですか、先行きについて資源価格上昇による下押し圧力は受けられるものの、新型コロナウイルスや供給制約の影響が和らぐもので回復していくと見られているというふうに述べているそうです。さっき読んだ感じですね、透明エネルギーや食料品の価格の上昇の影響により、生鮮食品を除く消費者物価の指数は前の年と比べて 2% 程度推移されると見られるが、その後はエネルギー価格による押し上げ効果は弱まり、プラス幅は縮小していくという見方をしているそうです。で、まあ、とりあえず、ですね、これか、大規模金融緩和策継続ということなんで、それ見てじゃあドル円どうなったのってところなんですけど、この1ヶ月の週を見てこう上げるとドンと、円一時1ドル137円前円後半、24年ぶり円安水準1日前という状態なんですけども、円安もうちょい続きそうな感じしますね、この流れだと。いいですね、ちょっとやるのかなと思ったんですけど、やんないですね、金利上げるようなことはね。はい、ということで、その辺のニュースちょっとね注意してみたいなというふうに思ってお知らせさせていただきました。ということで、茨城さんいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、本当、熊、コロナ禍、ちょっと考えたことがなかったのであるんですけど、これなんか事前打ち合わせしとかなきゃダメですね、次回から。そうですね、はい。
コロナ増えてますからね、ちょっとずつ。あ、でも皆さんもね、お気をつけいただければと思います。うん、はい、はい、ということで、はい、今日もですね、最後まで見ていただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録、いいねボタンなど、押していただければ、我々励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、さよう。ふりー、失礼します。